はい、おでした、私は広島県三原市の三瓶商事の第3です。今日もよろしくお願いします。今日は社会の窓が閉まってるのを確認して撮影をスタートしました。今日はですね、今日の動画はですね、このパンヘッドについてなんですが、非常にこうどうでもいいような内容なんですが、これを気にしてる人は世の中に何人いるのかっていうぐらいのことになってしまうので、大変、不安な動画になってますが、このシートを純正スタイルに、直しまして、どうでもいいことなんですけど、この高さですね、この高さが、どうも気になって、まあ、今まで低いシートに乗ってたので、すごい高いところに乗ってるような感じがするので、少し低くしたいなと思ってスプリングを抜いたりとかしてたんですけど、今日ジロジロ眺めてる時にですね、あ、そうだって気がついたんです。私全然違うやり方をしてました。なんか恥ずかしいような、よく考えたらわかることなんですけど、このシートを、感じよくちょっと下げたいと思ってたんですけど、そのやり方がひらめいたので、ちょっとそれをやってみたいと思います。これ需要ないだろうな。で、先に今どんな感じ、乗った感じどんな感じなのかをちょっと映してみたいと思います。よっ、今ですね、こんな感じです。ちょうど足がベタッとつく感じですね。で、こうシートがふわんふわんするんですけど、グッといくと底付きをしてるんで、これ多分走ってたり、こう特に高速とか走ってると底付きすると思うので、低くなるけども底付きもしないところができるんじゃないかなと思って、ちょっとひらめいたというか、多分このやり方が正しいんじゃないかなと思うので、ちょっとやってみたいと思います。今こんな感じですね。はい、じゃあちょっと作業をしてみたいと思います。はい、今こんな感じで高いシートがついてますが、何をひらめいたかと言いますと、ちょっと説明したいと思います。ちょっと外します。何度か仮止めって言ってたので、まあこの辺緩んでる状態なんですが、スプリングを少し緩くした方が沈むかなと思って、1本この間に挟まるスプリングを抜いてました。なので多少低くなって、なおかつ底付きするんじゃないかなって思ったんです。というのも、このこの一番下のこの、ちょっと見えにくいですが、このボルトはですね、これはマシンの下からこのボルトというかシャフトにこれをつけて抜けないようにするためのこのナットなんですが、なのでこれが刺さった時にこのナットをですね、ずっとこう奥まで締め込んでいくと、このポール自体がちょっとこう下がるんですよね、多分。で、外からこのナットで締めれば抜けなくなるし、車高低くなるし、車高というかシートだから低くなるし、なおかつこのスプリングももう入れといてやれば腰も強くなるんじゃないかなと、そんな感じでやってみようと思います。走れ走れ走れ。はい、ということで思いついた作業をやってみようと思います。Bye.
はい、これを一番最初の納豆を、もう一番締め込み、ま、一番でもないですが、もうこれがちょっとテンションがかかるぐらい締め込みました。でそれの緩み止めの今度納豆ですね。でこれでダブルナットで緩まないように、あ、ダブルナットもならない、ダブルナット挟めんな。あ、これでいけるか。これで、ダブル、ここをダブルナットにしたので、緩まないということで、次がこんなにいるんかな、うん、例えばこれで突き刺してみます。どうなるか、ちょっとこれで刺してみます。おお、こんなにこんなにこれすごい低くなったんじゃない？わ、すごい低くなったような気がします。ちょっと座ってみよう。低っ、低い、膝が曲がりますね。でも底付きもしますね。いや、これは低くなったけど底付きもするということは、ということは、ああ、わかった、わかった。わかったよ。ここまでこう下がってるっていうことなんで、もっと締め込んだらバネが強くなるか、まあ強いバネに変えるかだな。だから強いバネがあるんか。じゃあもうちょっと、あ、そうか、やっぱり強いバネを入れんとダメなんだな。やっぱり強いバネがいるんか。ちょっとバネを締め込んでみました。もっと下がるはずだよな、やっぱりな。やっぱり底付きするな。やっぱりここでやっぱりきついバネが必要っていうことですね。わかりました。じゃあこれで、もうちょっとこれちょっと下げすぎなんで、もうちょっと上げて組みたいと思います。はい、なんとかなんとかっていうわけじゃないですけど、こんな感じで、ここは、フレームの下に突き出る部分で、ここにナットが来て、締め込んで終わりという、これが、私のセッティングですちょっとまあ乗ってないので、ノルノル詐欺で全然乗ってないので、実際乗ってみないとあれですが、一応これでもう組み立てたいと思います。こんな感じです。もうこれでナットで組むんで、グリスももうたっぷりつけて組もうと思います。これでこうして外れ止め、これだと下止めてないとこう止
き上がってしまうんですね。よいしょ。よし、これぐらいにしておこう。はい、という感じでできました。よいしょ。最初に比べると、ちょっとこう膝に余裕があって座るとこんな感じですね。まあいいんじゃないですかね。これでちょっと当分走ってみてどうなるか。うん、さすが高さ調整もできるようになってるんだな。さすがハーレーダビッドソン。はい、今日は ただそんな感じのひらめいたのでやってみたくて、ちょっとシートの高さ調整っていう本当マニアックな、これ需要ほとんどないんで、最後まで見てくださった方本当にありがとうございます。奇特な方です。はい、ということで、この瀬戸内ベースチャンネルは楽しいバイクライフガレージライフを大さんが皆さんを応援する動画になっています。もしよろしければチャンネル登録とボタンで大さんの応援をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。